スタート。ここで諸君を大友商事の世界に招待し、これは1967年の初頭に、でもないか、18号だから、何月、4月頃かな、の少年マガ、週刊少年マガジン誌の、怪獣何でも相談室、大友商事執筆の怪獣何でも相談室、ウルトラマン、バルタン星人、レッドキングはどこが一番弱い、ところですかという少年の質問に対し、ウルトラマンはカラータイマーが3分間で切れてしまうことが弱点です。ウルトラマンはカラータイマーが3分間で切れてしまうことが弱点ですと明記されている。ウルトラマンが3分で終わるので切れてしまうという設定は帰ってきたウルトラマンからであるという説もあるが、そうではない。次に福島県の少年 N 村 Y 字君から、ゴジラのぬいぐるみに入っている人の名前と住所を教えてくださいという質問が来て、中島春夫さんですと著名な名前が出て、住所は東宝撮影所内、東宝撮影所気付けとなっている。この N 村雄二君という少年は後に大変有名な方となる方ではないかと推測される。いや一概にそうとも言えない。